代表作である、日産 GT-R 水野和都氏は、日本の自動車エンジニア、ジャーナリスト。日産自動車の元エンジニア、GT-R の開発で知られる。長野県に生まれる。長野工業高等専門学校を卒業した後、1972年に、日産自動車に入社し、1980年代に、車体設計やパッケージング設計の面で901。 運動に関わり、その成果となるプリメーラーやスカイラインの開発では、車両のパッケージング設計を担当した。1989年にはニスモに出向し、グループシーカーの耐久レースのチーム監督兼、チーフエンジニアに就任し、デートな24時間レースやアルマン24時間レースなどを戦い、特に1992年には R91CP で、 デートな24時間レースを優勝 R92CP で出場した JSPC と鈴鹿 1000km で全線優勝している1993年に車両設計課長として車両開発センターに復帰し1997年から FRL プラットフォームの開発責任者となり2000年から車両開発主管としてスカイラインや フェアレディ Z、FX 等の開発に携わった。この頃の日産車内には GT-R を開発する方針があったが、車内では既存の FR、L プラットフォームの延長で GT-R を開発する意見が大勢を占めていた。ため、ミズノは、それでは日産のフラッグシップ足り得ないと開発責任者の収入を誇示していた。しかし2003年12月に、 社長のカルロス・ゴーンから、ミスター・ GT-R として、GT-R の開発と販売における全権が委任され、GT-R のチーフ・ビークル・エンジニア兼、チーフ・プロダクト・スペシャリスト兼プログラム・ダイレクターに任命された。GT-R の開発と販売においてはゴーン、就任以降に定着した、従来の1車種3トップ制ではなく、 例外的にミズノに権限が集約する一トップ制が取られ、社長の直轄プロジェクトとしてゴーンとミズノが直接つながる異例の人事体制となった。そして GT-R には以前からミズノが構想していた PM プラットフォームを採用することにした。GT-R はイヤーモデル制を取っており、毎年新モデルが販売されるたびにニュルブルクリンクでのタイムアタックを行って、 ラップタイムを更新しており、テストドライバーには鈴木敏夫を起用していた。ニュルブルクリンクでのテスト開発は日産車内からミズノへの強烈なバッシングがあった。R35GT-R から長年日本人に慕われたスカイラインのブランド名は外された。ミズノが GT-R というブランドを グローバル展開するための表明、水野和都氏のエンジニアとしての自信の現れである。水野の明快で上舌な自動車開発に対する語り口は、時には水野節や水野劇場と呼ばれることもあり、例えば車両の軽量化や性的な車両重量バランスにばかりにこだわる。 自動車ジャーナリストの評論を厳しく批判しており、自らが提唱する最適重量理論に基づいて、競合他社と比べて、車重の重い GT-R を開発している。2012年3月末に日産を定年退職し、その後は1年ごとに契約を更新する。 食卓職,職員の立場で日産に勤務していたが、更新に道を譲ることを社から求められ、2013年3月末に退職した。水野によれば、自身の自動車エンジニアリングに関する構想を実現して、GT-R に続く日本のナショナルブランドとなるような自動車を開発することを望んでおり、レクサスのような技術、資金力がある組織で、 GT-R と同じような体制で開発できるならば、3年で日本のナショナルブランドとなるスーパーカーの開発を実現できるという。日産自動車退社後は、高段者が発行するベストカーのコーナー、水野和都が最新車を切る。において、国内、海外メーカー各社の評価をする一方で、鈴木都夫が運営するノルドリンクをサポート。ただし、 GT-R のサポート対象は、ミズノとスズキが開発に携わった2013、モデルまでとしている。また、フォレスト出版が主催する、生きる力セミナーで講師を務めるなど、各所で講演を行っている。2014年には、台湾、ラグジャゲンブランドの自動車の開発企業の開始者、電技術中心の副社長に就任し、2019年11月に退社したが、 就任から退職後もベストカーでの評価、掲載は続けている。16歳の教科書に日産初世界行き、ノンストップ、水の劇場開幕。第12回、日産 GT-R、R、開発者編、その1日産 GT-R セミナー、GT-R12 年モデル、ニュルブルクリンク開発ストーリー1時20分頃 日産チャンネル23ブログ日産 GT-R の水野氏が退職緊急インタビューを観光日経ビジネスオンライン2013年4月3日ザカール2013年5月号 PQGT-R 水野和俊さん突然の退社独占インタビューノルドリンク公式サイト連載西川善寺の日産 GT R, Life Car Watch 2013年7月4日緊急、速報。GTR 水野和俊氏が、台湾自動車メーカーに、日経ビジネスオンライン2014年12月12日。ありがとうございます。